赤ベーソフト2。京介ちゃん、そろそろ部活しようぜ。そうなんだよな、お前邪神だもんな。なんつーの、前はカノンだったじゃん。復讐の相手がいないと部活やる理由もないだろ。スケートだかなんだか知らねえが、ちょっと生意気なんだよな、あのアマ。いや、あいつは調子こいてるっての。ほら、CM 出てんじゃん。あれだよ、アイスの CM、 あと車な。あいつさ、テレビ受けするっつーか、まあそれなりに可愛いじゃん、手足長えし。でもよ、ほら、実力はどうなんよと言いたいわけだよ。こんな人気取りみたいなことばっかやってんじゃねえよとか思うわけだよ。だからお前は甘いんだよ。よし、わかった。そこまで言うなら俺がガツンと言ってやんよ。おはよう。いやあ、カノンちゃん、今日も笑顔がまぶしいね。げっ。ん？何かな？カノンちゃん、大会近いんだよね。うん、今年はあと3つあるよ。世界大会だよね。それがどうしたの？出れるの？出るよ。いや、出るよじゃなくて、次回は枠が一つしかないらしいじゃない？うん、でも出るよ。前回の世界大会は出られない。あれは危険だよ。そうだよね、腰痛めてたんだもんね。それがどうしたの？次回の世界大会の日本選手の出場枠が一人しかないのはカノンちゃんのせいじゃない？そうなの？なんで？世界大会の出場枠はさ、前回の成績で決まるわけだよね。もしカノンちゃんが出てれば上位入賞確実だったわけでしょ？そうだね。前回は3人も出て、揃いも揃ってズタボロだったけど、それについてどう思う？ああ、それどこかで同じインタビューされたことあるよ。なんとも思ってないよ。他の人がどれだけ負けても私は勝つから。それがおごりなんだよ、カノンちゃん。カノンちゃんは日本のフィギュアスケートの将来を担うとまで言われた超新星なわけでしょ？言われたことあるね。なんで？なんでって目立つからじゃないかな。トリプルできるし。そうだよ、ジュニアの時からトリプルアクセルできたでしょ。君は去年のグランドシリーズも日本大会も制覇したのに、なんで腰とか砕いちゃうかな。うん、テレビとかじゃ言ってないけど、日本大会の公式練習の時にどっかの選手にドーンされたんだよ。嘘。ぶつかるのはよくあることだよ。打ちどころが悪かったんだね。あの時はなんとか優勝したけど、終わってから大変だったね。そんな人事みたいに言わないの。とにかく今の日本のフィギュアはカノンちゃんにかかってるんだからね。うんうん、スポンサーの人にもよく言われるよ。3つあった枠が一気に1つになったもんだから、フィギュア人気そのものが心配されてるんだって。そんな裏事情はいいんだよ、僕は君に勝ってもらいたいんだよ。わかった、ありがとう、エイちゃん。ガツンとへこませてやったぜ。何がすか？
がに引くよ、京介くん。パパ、いろんな病院連れてってくれたもんね。残念だったよね。今年もちゃんとチケット取ってるから、応援行くね。あ、取れたんだね。栄一くんが頑張ってくれたみたい。電話受付開始から取れるまでコールしたんだもんね。自分の分のチケは、ないよ。だって宇佐美さんが転入してきた時にはもうチケット買ってたし。もう売り切れすかね。当たり前だよ。今年からちょっと落ち込んでるけど、まだまだ女子フィギュアは国民的人気スポーツだから。そこをなんとか。当日券は無理かな。しょうがないな。ちょっとネットオークションで探してみるけど、席によっては5万とか10万とかするよ。あ、じゃあ当日券で。兄さん、これから先の大会は全部来てもらうからね。3つ全部だよ。今年はファイナルも日本だよ。兄さんのチケットは特別に用意してるからね。私の分の特別チケはないよ。勇者帯同じゃないんだ。私、垂れ幕作ってくからね。私も手を貸そう。こう見えて裁縫は得意なんだ。これから先の大会で全部勝てば、間違いなく選ばれると思うよ。世界への切符はね。今回は全国大会の結果で一発決めするみたいだよ。一応ファイナルの結果も考えるみたいなことになってるけどね。こう言うとプレッシャーかもしれないけど、テレビも新聞ももうほとんどカノンちゃんが世界に行くようなことを言ってるよね。この前のカナダで優勝したからね。期待も大きいんだよ。おバカだね、京介くんは。まったくです。世界に出れないとカノンちゃんの場合、再来年のオリンピックにも出られないんだよ。まったくです。そうでしょ。僕もそう思うし、そういう声も多いんだけどね。まったく。オリンピック代表選手の選び方は、前回のオリンピックが終わった時に決まったんだ。前のオリンピックの時はさ、ポイント制っていうやつでとっても揉めたんだ。だから今回いろいろ悩んだみたいなんだけどね。オールジャパンフィギュアスケート連合。なんか俗みたいっすね。なんで横文字なんすかね。普通に日本フィギュアスケート連盟でいいじゃないですか。ダメなの。そういうの出したら怒られるの。あ、はあ、何の話だっけ。あ、そうだ、もちろん京介くんの言うように来年の今頃の成績が重要視されるんだけどね。厄介な条件がいくつかあってさ。世界大会の出場経験が必要なの。マックスハートで。いちいち若干滑りたがるよね。ひどいことにね。もちろん過去2期以内の世界大会出場経験だけどね。日本は去年も一昨年も出場枠3つ持ってた強豪だったからさ。まさか今季がこんなことになるなんて思ってなかったんじゃないかな。口挟んでごめんね。その規定って、
取り消しになるかもしれないんだよね。カノンちゃんにしたって前回は棄権したわけだからね。出場資格はあったんだからまず大丈夫だろうね。何にしてもカノンが全国大会で優勝すれば文句ないわけですよね。うん、そういうことだね。カノンを知っているだろう。面白い冗談。あんな人気選手が妹ならさぞ鼻が高いだろう。ぜひそうしてもらいたいんだがね。瀬田真希子という選手を知っているか。芸術、フィギュアスケートが。あんなものはただのショービジネスだよ。見せ物小屋と変わらん。瀬田はうちが資本を出してるクラブの所属でね。前回はいろいろと手を回して世界にまで出させてやったんだ。おめ言葉と受け取っておくよ。それでその瀬田なんだがね、今シーズンは調子も出てるんだ。グランドシリーズのロシア大会では2位だったしね。ご推察痛み入るね。採点競技は人気が全てだよ。たとえ瀬田が同じ演技をしても審判も観客もカノンに点を入れるだろうね。瀬田も技術の堅実さならカノンに遅れを取るもんじゃないらしいがね。花がないんだよ。わかりやすいのはジャンプだな。カノンはトリプルアクセルに加え、先のカナダ大会では4回転ジャンプにも挑戦している。両足で着氷してさらにバランスを崩して手をついてしまったらしいな。危うく史上初の記録が出るところだったよ。分かっているくせに随分と人が悪いな。高くつくのは分かっている。しかし君ほど頼もしい男もいないんだ。ヤクザどもも今回ばかりは無理だ。何せ浅井カノンのバックに総和連合がついているのは周知の事実。報道こそ決してされないがね。少なくともヤクザがすんなりデカに泣きつくことはないだろうね。頭痛、医者にかかったらどうかね。これは驚いたな。初めて君の人間らしい一面を覗いたよ。いいのかね。カノンは君の家族なのだろう。救われんね。
まるで他人の精気でも吸って生きているようなものじゃないか。どうして学校サボったの？今から行くよ、兄さんと一緒にね。うん、たまには見ててよ。いいから、いいから、いいから。ロシアの挨拶だよ。まったく、兄さんは日陰っ子だな。おえー、そうかな。今まで一度もプライベートな写真撮られたことないよ。ないよ。変な兄さん、ほら行くよ。来ないともっとくっついちゃうぞ。あ、言い忘れてた。パパリンも来るって。なんか兄さんにお話あるって言ってたよ。じゃあね、休憩時間になったら一緒にご飯しようね。今日も冷えますね。バイトはお休みですから。ちなみに浅井さんは今日の学園はなぜにブッチされたんですか？ああ、お仕事ですか。そうですか。怒りました？実はなぜ自分もここにいるのかわからないのです。いいえ。しかし記憶喪失の少女ってどうして美人で色白でいつも病院のベッドにいるような善人ばっかりなんですかね。そういうわけにもいきませんでね。さあ行きましょうか。爆弾でも仕掛けられたらどうするんですかね。いや別に、受付で事情を話しただけです。俺が呼んだ。お前が宇佐美ハルカ。つい先ほど俺の家に一通の封書が届いた。内容はざっとこうだ。浅井カノンが日本代表に選ばれた場合、カノンの母親を殺す。黙る京介。差出人は魔王だ。わかるか、ウサ。魔王について知っていることを話せ。どうした？京介が言うにはお前と魔王はただならぬ因縁があるそうだね。
口が聞けねえのか。魔王を追っているか。動く。尻尾を掴んだら俺に言え。いや、少女は美人に限るなと。え？それは全く笑い事ではありませんね。さあ、詳しく話してください。いえね、今日の学園帰りにいきなり先生から言われましてね、浅井さんのお父さんが呼んでるって。ミステリーでしょ。ゴンゾーさんと言うんですか。ますますパパリンから遠ざかっていきますね。言えませんよ。喋ったら東京湾に沈められてしまいますからね。ええ、現時点では何もわかりません。ゴンゾーさんの自宅の所在を知っている人物こそが魔王です。ですから、私は魔王じゃありませんね。さらに言えば、ゴンゾーさんとカノンの関係を知っていて、なおかつカノンが敗退すると得をする人物です。そうなんですか？それが浅井工業ですか？いわゆるフロント企業というやつだったんですね。ヤクザが資金洗浄や法律の目を逃れるためによく設立するという。そうですね。カノンが負けたら何かと損するのでしょうね。妹を脅迫してなおかつ自分の母親を殺そうだなんて、鬼畜にも程がありますよね。なるほど、浅井さんの実のお母さんではないんですね。いえ、先ほどのお話ではゴンゾーさんはこう言われたのでしょ。浅井カノンが日本代表に選ばれた場合、カノンの母親を殺すということですが、もしこれが魔王の脅迫文そのものだったとしましょう。すると少し表現が怪しいです。脅迫状がゴンゾーさんに当てられているのならば、文面はお前の妻を殺すとなりそうなものです。ここで例えばお前の妻では文意が通らなかったとしましょう。するとカノンの母親はゴンゾーさんの妻ではないということになります。母親だけど妻じゃない。これはいかに？カノンは連れ子というわけですか。
ぶっちゃけ似てませんもんね、あなたと根性さんは。いや、その辺はギャルは可愛くなきゃみたいな恣意的な大人の力が働いているわけでして、私にはなんとも。わかってますって、東京湾が血の海になりますからね。で、そのお母さんは今何を？カノンですね。おーい、兄さん。あれ、ウサミンも一緒なの？うん、私もペンギンの端くれだからな、氷が恋しくなったんだ。どうも、こんにちは。久しぶりね、京介くん。元気だった？だって、どう、カノンちゃん。どうして私に聞くのかな。コーチから見て私はどうなのってことだと思うよ。あら、そうなの、ごめんなさいね。私は絶好調だよ、兄さん。そうね、カノンちゃん。え、だから好調よねって。だって、京介くん。そんなことより、夕飯の話しませんか？うん、お腹すいた。テラスでご飯食べよう。カノンちゃん、7時からまたジャンプの練習ね。え、また？曲流してほしいよ。そう？ヒルトン先生がそう言ってたから。そうなんだ。じゃあやり、お願いね。うん、だから分かったよ。じゃあね、京介くん。カノンも寂しがってるから、たまにはうちに顔を出してね。そんな堅苦しくなることないのよ。私はあなたのお母さんじゃありませんけどね。では、ごきげんよう。さ、兄さん、ご飯ごちそうして。あれれ、本当にごちなの？珍しいな。いやいや、すみませんね、浅井さん。カノンは夜遅くまで練習ですか。大変ですね。はは、氷の上だけじゃなくて地面の上でも頑張らなきゃいけないわけですね。そんなカノンを陥れようだなんて、全く魔王は最低の人間ですね。なんとしても捕まえたいものですね。今回は警察も頼れないでしょ。何よりゴンゾーさんに動けと言われた以上、何にもしなかったら東京湾ですからね。それは分かっていますよ。現時点で魔王へのつながりがありそうな私を、とりあえず泳がせてみたいんでしょ。警察を頼らせないあたり、椿の時と同じニュアンスを感じます。魔王はまた、私と遊ぶ気ではないかと。ええ、自分も雪辱を晴らします。よほど自信があるんでしょうね。さあ、ひとまず明日もう一度
ゴンゾーさんにお会いしたいですね。封書が届いた時の状況なんかを詳しくお聞きしたいので。耐性はついていると思いますが、浅井さんも同行してくださいね。自分一人だと蛇に睨まれたカエルになってしまいますから。ですから家が近くなもので。ですからここをまっすぐ行くと細かい路地がありますよね。その先を抜けるとコンビニがありますよね。まあコンビニは置いといて、路地に入る前に信号がありますから、そこをひとまず右往を。それなりに人間らしい生活はしていますんで、ご安心ください。ええ、自分は浅井さんのそばにいたいと常々思っておりますから。明日は学園に出られますか？しかし、浅井さんがよくサボられるのは、ゴンゾーさんのお仕事を手伝っているからなんですね。そりゃ、学園なんて言ってられませんね。もちろん言いませんが、浅井さんは本当に目立ちたがらないですね。今度またお邪魔させていただきますね。いえいえ、次は私の特技を披露しに伺いますから。座禅です。跳ねますから自分。浅井さんは大のクラシック好きと聞いてますから、きっと満足されると思いますよ。はい、おやすみなさい。します。京介くんのおかげで引っ越しもスムーズに終わったから、あそこってこの辺にしては奇跡みたいに安いんだね。今度遊びに来てね。お仕事、どうかな？それじゃあ、おやすみ。ありがとう、浅井くん。What?